皆さんこんばんは。今月から皆様にお届けする土浦ぶらり街歩きの時間です。司会を務めさせていただきます、キララちゃんバスでおなじみの NPO 法人まちづくり活性化土浦の金沢敦子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。土浦ぶらり街歩きは、土浦の街をぶらりと歩きながら魅力的なスポットや土浦で活躍されている方々を紹介する番組です。実はこの私、生まれも育ちも土浦という生粋の土浦っ子ということで、今回素人ながらこの番組に呼ばれました。視聴者の皆さんと一緒に土浦の魅力を再発見していけたらいいなと思っております。ちなみに私のおすすめぶらりスポットはやはり水郷公園ですね。家族連れで遊ぶもよし、一人でぼーっと過ごすもよし、デートスポットとしてもおすすめです。ぜひお出かけしてみてください。さて、新元号最初の今年度は土浦ブランドをテーマにお届けします。まずはじめに土浦ブランドとは何かご紹介します。土浦ブランドとは、土浦の恵みが人を結び町のにぎわいが土浦を豊かにするをコンセプトに、ご覧の3つの分類で認定された土浦市産の農林水産物やその加工品に関せられるブランドで、その品の魅力を市内外に PR することで土浦のブランド力の向上を目指しています。さあ、記念すべき1回目は第1期土浦ブランドに認定された加穂の恵みを販売されている有限会社光月堂さんを、土浦市イメージキャラクターの土丸が訪ねました。それではどうぞ。土丸は土浦駅の西口にいるみたいですね。今日お伺いする光月堂さんはここから徒歩1分のところにあるんですよね。それでは早速お伺いしましょう。ここですね。駅から歩いてすぐの場所にあって、お土産を買うのに便利なところですね。早速お店の中に入ってみましょう。こんにちは、土丸。本日お店と土浦ブランド認定品をご紹介いただきます、有限会社光月堂の澤部康弘さんと創立者の愛子さんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。土丸、急にどうしたの？土丸、気づいてくれたんだね。これは土丸の顔をデザインしたレンコンレモンケーキなんだよ。土丸レンコンレモンケーキも美味しそうだけど、早速土浦ブランドに認定された商品をご紹介してもらいましょう。はい、こちらが土浦ブランドに認定された加穂の恵みです。え、何何、土丸どうしたの？そうだよ、土丸、このお魚の名前知ってる？知ってるよ、ワカサギの佃煮だよね。その通り、霞ヶ浦のウサギなんだよ。土丸、早速澤部さんにこのお菓子の開発秘話や商品に込めた思いなど聞いてみましょう。今から9年前の2010年、土浦市が市政70周年というイベントがあったんです。
それで私あの土浦宮当時土浦土産品協会、今の土浦観光物産会にも所属しておりまして、そこのメンバーでその来賓のお客さんを800人いらっしゃるんで、その方々になんかみんなでお土産を作ろうということになります。まあいろいろ寒中大阪の状態で、まあ、このお菓子ができてますけども、もともと土浦っていうのは水産のワカサギとかカワウオとか淡水魚のたくさんあって、それがまあ時代とともにだんだんなくなってしまって、今は子供もあんまりこうつくねを食べなくなってしまったというね。それでは子供が食べられるようにということで、なんとかこのスイーツにしたら食べられるんじゃないかということで、これも考えました。あとはまたその土浦さんの水産で持ってた小と土浦と呼ばれたところで、もう一回復活してほしいなという願いを込めて、ワカサギを知ってもらいたい、でかく太宰府を知ってもらいたいという気持ちがあって、このお菓子を作りました。土丸、試食が楽しみだね。さあ、CM の後はいよいよカホの恵みを試食させていただきます。ホテルグリーンフォアは土浦駅東口より3分の好立地で無料駐車場管理、宴会利用 OK の会議室もご用意しております。お客様の最高のおもてなしを目指して、ホテルグリーンコアでは自発的に仕事に取り組む社員を増やし、お客様との心の絆を深め、心と心を大切にいたします。麺どころベーヤンではお客様の好みに合わせラーメンを堪能してもらえるよう豊富なメニューをご用意しております。その中でも絶品なのが昔ながらの中華そば、さまざまなイベントにも屋台として出店しております。いつまでも変わらない至極の味、麺どころベーヤン。手がつけられなくなった庭木の手入れや草刈り、ハウスクリーニング、リフォーム、いらなくなったものの撤去回収もお任せください。ご家庭の困った、助けて、どうしよう、何でもお手伝いします。染谷生活支援部フリーダイヤル 0120-335-369 へまずはお気軽にお電話ください。土浦ブランド認定品試食タイムということで、土丸、早速試食させていただきましょう。どうぞ。土丸、お味はどうですか？さて土丸、澤部さんに土浦のおすすめぶらりスポットを聞いてください。私の、土浦のおすすめのスポットは桜川の土手です。ちっちゃい頃に小学校の頃なんですけども、友達と一緒にこうバケツとだからタモを持って、それでこうすくうとですね、エビとかコロタンとか小舟とかね、たくさん取れたんですよ。それをバケツいっぱいこう持って行って佃煮屋さんに持っていくと、バケツいっぱいで50円で買ってくれて、でその50円をみんなで駄菓子屋に行ってお菓子を買ったりとかして食べて、もうそういうことをやってましたね。で今は散歩コースとして桜川の時のちょうど桜橋と、まあ、左コースと右コースなんですけど、私は左コースの港町をぐるーっと回ってくるコースがあって、特に桜の季節はものすごく綺麗なんですよ。で夏場は夏場で観光帆引き船というのがあるので、色のカラーリングした帆引き船がこう浮かんでたり、そういうのを見ながら、もう本当に癒しのスポットになっています。ぜひ皆さんどうぞ。それでは今日はありがとうございました。ありがとうございました。また遊びに来てくださいね。新聞っていうのは、まあ、人それぞれやっぱ読み方があるんですね。ただそれをじゃあ
お客さんが見つけられてるのかっていうと、なかなか見つけられてなかったりするんですよ。何か自分の気持ちが一個でも変わった瞬間に、あ、もうそれも新聞の読んだことになってるんですよ。考える大切さを伝えるというのが僕らのミッションだと思ってます。お腹が空いたらここ、いい雰囲気の店内、ローストビーフ丼、もつ煮込み、キーマカレー、ママのご飯召し上がれ。創業65年、お菓子の老舗光月堂では、地元で採れた食材を使った無添加のスイーツを多数揃えております。常連のお客様から観光のお土産品としてまで、地産地消にこだわった地元ブランド認定品、土浦の美味しい魅力をあなたに、光月堂。土浦ぶらり町歩き、いかがでしたか？これからも土浦をぶらりと町歩きして、土浦の魅力をご紹介していきますので、ぜひご覧ください。また、土丸と一緒に街歩きをしてくれる土ブラリストを募集しております。応募先はこちら。ご応募お待ちしております。それでは土浦ぶらり街歩き、次回の放送もお楽しみに。